グローバルな人気の元活躍の場をますます広げているアティーズ。彼らが開催した日本初のファンミーティングの中から、東京公演の模様がワウワウにて独占放送、配信されることが決定した。グローバルな人気を誇る韓国のボーイズグループアティーズは、今年4月にアメリカ最大級の音楽フェス、コーチャラ、コーチャラ2024に K-POP ボーイズグループ史上初の出演を果たした。さらに、 この8月には日本屈指の大型フェス、サマーソニック2024へ初出演し、東京会場ではマリンステージに立った。とどまることを知らない勢いの中、同じ8月に開催されたのが今回の日本初のファンミーティングだ。10月には約7ヶ月ぶりとなる日本フォースシングル、バースデーも発売予定。世界を熱狂の渦に巻き込んできた彼らの圧倒的パフォーマンスは要チェックだ。 アティーズが8月21日、22日に開催した日本ファンミーティング、アタイニーズ・ボヤージュ・フロム・エイトゥ・ゼット・イン・ジャパンより、デイツー公演の模様が11月にワウワウで放送配信される。東京、東京ガーデンシアターにて開催された、アタイニーズ・ボヤージュ・フロム・エイトゥ・ゼット・イン・ジャパン。当初は8月27日、28日に大阪公演も行われる予定であったが、台風10号の影響で、 中止に。これに伴い、今回放送及び配信される22日公演が最終公演となった。放送美事の詳細は追って発表される。放送と配信を記念して、メンバーのサインが入った、アティーズ2024ハンミーティング・イン・ジャパンのオフィシャルイベント T シャツをプレゼントするワウワウ加入者限定のプレゼントキャンペーンも行われる。ワウワウライブ、ワウワウオンデマンド、アタイニーズ・ボヤージュ、 From A to Z in Japan 2024年11月放送配信予定